速佳塾がネットビジネスの常識をぶっ壊すということでね、あの N 国党にもうね、もう、もっちゃくちゃ乗っかってる動画なんですけども、ちょっとここから真面目な話させてください。今回はですね、あの、ある方からメールをいただきまして、あの、本当に私嬉しかったなと思いますんで、この動画にさせていただきました。どんなメールかと言いますとですね、まさにこれを私はずーっとやりたかったんだ、言いたかったんだってことで、やっと最近ですね、N 国党ってものの熱意がね、分かってきて私自身。 これなんだよっていうことで、今ね、むちゃくちゃ共感してるんですよ。はい、えっ、ー、と、メールの方を読ませ,させていただきます。こんにちは、即歌塾に入らせていただいております、えー。K です。いつもありがとうございます。本日配信の動画を視聴し、気づきがありましたのでメールをさせていただきました。ネットビジネス界の既得権益に挑戦。で、もう一つの動画、えー、月収100万円本当のことを言いますというね、この二つの動画ですけども、えー、本当にね、私のメッセージを、もうがっつり捉えてくださってるこのメールに、私はね、もう本当に感動して、 今町内会が終わったところなんですけどももう生きてきてよかったと思いましたねまた、うん、ありがとうございます、えー、最近話題の N 国党意識されての既得権益というワードの選択だと思いますがふと N 国党立花投手と久保さんがダブルように感じました実は私2005年の堀江匠さんが既得権益に対してねものすごくメッセージを出していられた時から僕もね私も何をすればいいかわかんないけどももうね決まりきった既得権益ってものに対して本当にね嫌気がさしていたんですよ もういいわゆる古い習慣とかね、えーまあ、お金のこととかあ会社とか個人とか学校とかねよく分かんないんですけどもなんで世の中ってこんなにカチ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 決まっちゃってるんだと。で私は就職して、えー、それからね独立しましたけどもなんでこの独立とか企業ってものとか金融ってものが。 あの小学校中学校の頃に私たちには、ね、隠されていたんだろうとかねで今でもそうですよねやっぱり既得権益っていう言葉っていうのはあの別に既得権益の人を、まあ、悪い人間っていうわけじゃないんですけどもとにかく私はその既得権益っていうものがあるんでそれがねあの邪魔でしょうがないんですよ。いろんなことをやりたいけどもすでにそのルールを先に作っていた人のおかげでできないと。 でもできる範囲で自分なりにやってみたら今のところここまで来て時間の10とお金の10は私は一定のレベルで手に入れたんですけどもでも振り返ってみるとですね私はネットビジネスってものを手に入れてアフィリエイトをやったりとか転売をやったりとかあの塾コンテンツを売ったりとかしてここまで来ましたけどもあの今思ってるのはね視聴者さんっていうか目の前の人からお金をいただかなくても自分が稼げる人間だったら誰もお金をいただかなくても誰からもお金をいただかなくてもできるはずなのに。 できる私は金利とかねリマール D もやってますんでもう誰かに成立しなくてもビジネスをやってなくても大丈夫なんですよでも何億円稼いでますみたいな人がいまだにね30万50万みたいな言ってみれば何億円も持ってる人から見ればはした金をそのいろんな人から取り上げてしかも取り上げた人に対しての責任が取れているのかって言ったらね取れてないんじゃないかなと私は思うんですよまあそういうねちょっと <laughs> いきなり興奮しちゃってすいませんで手紙に戻らせてもらいます はい、それは己の利益が最優先、情報弱者から搾取する既得権益に警鐘を鳴らし、うん、まさにネットビジネス界も既得権益が、ね、結構あります、えー。で、有名な人とかあのインフルエンサーの言うことについていきまくっちゃう人の問題もあります。えー、で変更を、変更情報を暴露し、本当のことを知らせる活動をするという部分にですと書いてくれて。 ますね。私もね不器用ながらそれに挑戦していこうかと思いますもちろんねもともとネットビジネスをやったりとかあのアフィリエイトやってる人間からむちゃくちゃ嫌われてますよでもざまめろですよ私は一人で生きてるんだって感じですよねでもう嫌われてるんだけどもでもね気の合う人も少数だけどいるんですよ、うん、でまた弱者であっても人任せで自分では何もしない人には応援しないまさにこれもそうです何かに依存して乗っかるだけの人は私はね本当はっきり言って嫌いなんですよそういうい人間が 後を絶たないんですよね例えば確実に儲かりますとか、あのー、ここにお金を入れるだけで毎月利回りがこう振り込まれますとか言ってね。で、儲かる方法を教えて、儲かってる間になんか別のノウハウをその人は頑張ってやるんだらいいんですけども、やらないんですよね、やっぱり。そういう人はね、あのー、何回騙されても、ほんと同じなんですよ。で、有料案件をお勧めしても、その有料案件に乗っかって、自分の人間としてのね、稼ぐ力とかビジネススキルとかネットスキルを高めることなんて全くしないんですよね。で、何かトラブった時には、あ、久保さん助けてください、なる だからねもうそういうのは、ねまあね、難しいことなんですよ。 あのだから信頼されてるところをついてきてくださってるところもあるんでそこでね私がお前らみたいなのは駄目だって突き放すのもどうかなと思うんで私もちょっとね、えー、いろいろと思うところはあるんですけどもただそういう気持ちがあったりあ自分があのサポートをするからあの自力で何かしようって思う人が、うん、出てこないのかなとかでもやっぱり私がいろいろ活動する中で1人でも2人でも自力で稼ぐ人が出てきてるってことだけは救いなんですよ。そういういい人たちがいて 他の人もいつかそうなるかもしれないっていう気持ちでね、私はこれからもやっていこうと思うんですよ。今日の時点ではまだ気づいてないかもしれないけども、いろんなトラブルとかね、私の放送を100本、1000本、1万本と続ける中で、やっと分かっていく人もいると思いますので、私はね、ちょっと放送やめないぞと思いますよね。語りかけることはやめないぞと思います。えー、久保さんのあり方はまさにネットビジネス界の立花隆史みたいだなと思ったらありがとうございます。もう、立花隆史さんね、私も今ね、はっきり言いますけど、大好きですよ。こういう人間は。こういう風なね、 あの頭がいいのにバカなふりをしたりとか自分の身をさらしていろんなものからね攻撃を受けながらもへこたれない人間とかねすごくいいですねね自らね責任を取っていく姿とかね。 やっぱりり責任を回避したりとか自分がこうやったら訴えられたら嫌だとかねこういう風に言われたら嫌だとか言って結局ね自分らしい人生も送れないしあの自分の言いたいことも隠れて言わないし誰かに批判されたらすぐなよなよして撤退していってでやっぱり人に文句を言う仲間に入っていったりとかまさに既得権益の仲間に入る、うん、入ってもいいんですけども私はちょっとねギリギリまで戦っていこうかなと思います。私はもううっていうかね もう孤独が最強でいこうと思うんですよ。一りぼっちで、どこまでね、あのー、まあ、組織に向かっていけるか、強いものに立ち向かっていけるかみたいなね、そういう挑戦をしていこうかなと思います。うん。うん、まあなんてでもね、ビビるかもしれないですけどね。はい。本日も YouTube で、立花氏の補欠選挙演説の動画をいくつか視聴したのですが、鳥肌が立ち、なぜか累戦がじわっとなることが何とかありました。そうですね。私も同じ気持ちです。あの、心からね、本当のこと言うと、正直な気持ちをね、 言い続けると、本当に涙が出ますよ。涙出たことあります最近喋って、この動画を見てられてる方。それは、本当のこと言ってないからかもしれないですよ。気をつけてくださいね。聞いてる人の気持ちを良くしようと思って、心にもないこと、もしくは、自分の本音をちょっとね、えー、デコレーションして、えー、もう装飾して言ってるから、なんか感動しないのかもしれません。自分が役者になっちゃってるんですよね。こういうふうに言ったらウケるだろうみたいな、そういうね、計算が入っちゃってるんですよ。 本当心の底から内側から出るものを叩き出してない限りは、なかなか自分の感情すらね、守れないんじゃないかなと思いますよね。はい。そして人間としてかっこいいなと思いました。そんなこともあり、本日のク保さんの配信に上記のような感想を持ったのだと思います。はい。とりともな、ね、いメールをお読みいただきましてありがとうございました。あ返信は不要ですと書いてますけど返信が不要どころか。もうこれはね、動画レベルです。ちょっとこのメールは保存ですよ。保存。もう完全に私のような宝物です。2019年の最高のメールいただきました。ありがとうございます。 はい、えっ、ー、と、季節の変わり目、お風邪など見せられ、見せられますように、お気をつけください。ありがとうございます。いや、もう風邪なんて引いてられないですね。もうね、えー、世界中の病気、風邪、怪我、かかってこい、みたいな感じですよ。俺が一人で引き受けてやる、みたいな感じですよね。本当に勇気をいただきました。ありがとうございます。こちらの方こそね、本当に、ありがとうね、ケイさん。いやー、ケイさんにね、焼肉をおごりたいですよ、私は。ケイさんみたいなね、方が、私のね、家に生まれてほしい。 もう今度男の子がねもう23週間したら生まれてくるんですけどもうん私以上にね熱い魂と内側から出てくるうんなんかミッションをねなんかね捧げてほしいですね人類に自分のためではなくて誰かのために生きるそれが自分のためになるみたいなねうんなんかね憧れる何か私はねもう自分の息子に憧れたいですねうわーうちの息子こんなになったのかいやー神様ーみたいなね にあの信者に差し崩くださいみたいなそんな子供を育てていきたいと思います。本日はありがとうございました。本当にね、なんか、ぐたぐたで、バラバラな動画でしたけども、ここまで見ていただいて、本当に感謝しております。また明日会いましょう。失礼します。